ノブレーン、ウィリアムズ・ミルズはジャマイカの陸上競技選手。2004年アテネの銅メダリスト、2008年北京オリンピックの銀メダリストである。ミドルセックス軍セントアン教区出身。ウィリアムズが最初に国際舞台に姿を見せたのは2003年のサントドミンゴで行われたパンアメリカン競技大会である。 この大会では 400m と 4400m リレーに出場。400m では6位、リレーではジャマイカの銀メダルに貢献した。ウィリアムズは2004年のアテネオリンピックのジャマイカ代表となり 400m と 4400m リレーに出場。400m は準決勝9番目の記録で惜しくも決勝進出はならなかったが、4400m リレーでは ミッシェル・バーガー、ナディア・デイビー、サンディ・リチャーズと共に銅メダルを獲得した。また、2005年にはヘルシンキの世界選手権の4400メートル、リレーでもロシアに次いで銀メダルを獲得している。2006年3月にはコモンウェルス・ゲームズの400メートルにおいて51秒12で銅メダルを獲得。大きな国際大会の個人種目で、 初めてのメダルを獲得した。同年の9月には400メートルで自己ベストとなる49秒63をマークしている。2007年の大阪の世界選手権の400メートルでは決勝のレースで自己ベストに迫る49秒66をマーク。金メダルのイギリスのクリスティーン・ウォールグーの49秒61、200分の5秒。 銀メダルで同じくイギリスのニコラ・サンダースの49秒65には100分の1秒まで迫ったが惜しくも銅メダルに終わった。さらに4400メートルリレーでは2大会連続の銀メダルを獲得している。2008年北京オリンピックでも400メートルと4400メートルリレーに出場。 400メートルでは前回アテネと同じ準決勝で3位となり決勝進出はならなかったが、リレーでは決勝に進出し、シェリカ、ウィリアムズ、シェリーファ、ロイド、ローズマリー・ホワイトと共に3位となった。後日、2位ロシアチームのドーピング違反が発覚し、繰り上げで銀メダル獲得となった。ありがとうございます。